日本東京都目黒区、ヤクモヤクモは、東京都目黒区の町名。住居表示による町名は、ヤクモ1丁目から5丁目がある。郵便番号は152-0023。目黒区自由が丘、東が丘、柿の木坂、中根、世田谷区深沢、駒沢などと隣接し、駒沢オリンピック公園の東南に位置する。年月日現在の世帯数と、 人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。1964年に従前のふすま町、宮前町、中根町、大原町、香織久保町の各一部から成立。旧江原郡ふすま村。当初はふすま町とする予定だったが、ふすまの字が東洋漢字街ということで別な名前を考えることとなった。 当地にある、氷川神社に建て祭られている須佐ノ村が、出雲国において、キーナダ姫との新しい住居を構える際、役も立つ出雲八重垣妻ごみに八重垣作る、その八重垣をと呼んだ。この和歌を由来とした八雲学校の名により、これを地名とした。町域には、駅はないが、一丁目の南東端が、都立大学駅北口交差点であり、東急東横線の道駅が利用しやすい。 南側の目黒通り沿いと北側の駒沢通り、西側の自由通りと三つの都道がある。また、駆動としては、柿の木坂通りが柿の木坂との境目に通る。東急バスの路線網が、目黒通り、駒沢通り、自由通り、柿の木坂通りを中心に充実している。都立大学駅北口や東京医療センターを、奇襲点とする路線もある。目黒通りでは、 とどろき駅、二子玉川駅、目黒駅、東京駅、桜新町駅などへ、柿の木坂通りには、東京医療センターと玉川駅、渋谷駅を結ぶ路線のほか、成城学園前駅と都立大学駅北口を結ぶ路線が循環している。自由通りには、渋谷駅と田園町府駅を結ぶ路線があり、駒沢通りには、恵比寿駅と洋賀駅を結ぶ路線がある。 エビス駅へ向かう路線は、目黒区総合庁舎を経由する。ありがとうございます。